今日も学校疲れたね。急に君の部屋行きたいなんて、わがまま言ってごめんね。別に大丈夫。ありがとう。君は優しいね。あ、君の部屋着いたよ。早く鍵開けて。あー、疲れた。んどうしたの 君今日学校にいた時からずっと変な顔してたけど。え私が私じゃないみたい。何言ってるの私は私だよ。もう変なこと言っちゃって、疲れてるのねいつもこんなベタベタしてこないだろう。こっちから話しかけても、いつもさっけないのに。 今日の君は、まるで、別人はぁ、あ。やっぱりもうちょっと時間をかけた方がよかったかなぁ。でも、仕方ないよね。だって、君とやっと触れ合えるって思ったら、我慢できるわけないもん。そうだよ。私は、君の彼女じゃないよ。 中身はねそうだよだってさやっとこの部屋に越してきてくれて私はやっと一人ぼっちじゃなくなった一緒にいてくれる人ができたと思ったのに彼女なんて許せるわけないじゃないですか から、私気づいたんです。この子と私、入れ替わればいいんだって。<laughs> お前は誰だ <laughs> そうです。私は、この部屋に住み着いてた、千葉くらいですよ。 あなた、この部屋に越してきた時に知らんぷりしてましたけど、実は私のこと見えてましたよね。最近はいなくなってたから成仏したのかと思ってましたそんなわけないじゃないですか。好きな人を置いて行けるわけありませんもの。 バレちゃったら仕方ないですね。こうなったら、実力行使です。動けませんか人の体に入っても、幽霊の力は使えますから。悲しり、ですよ。<laughs> これから夜は深まっていきます。 明日の朝まで私があなたをどれだけ愛しているか、あなたが誰のものなのか、体に、魂に、しっかり、刻み込んであげますね。